10月26日に開催されたドラフト会議で、中日ドラゴンズは今季最下位に沈んだチームとして注目されました。彼らは注目の選手である渡来琉輝外野選手を指名することを公言し、その結果大いに盛り上がりました。しかし公言通りに1位で渡来琉輝選手を指名するために横浜 DeNA とロッテが競合しました。結局横浜 DeNA が渡来琉輝選手の交渉権を獲得しました。渡来琉輝選手はこの瞬間に笑顔と涙を見せ、このシーンは大きな話題となりました。これまで渡来琉輝選手は思わぬ形で注目を浴びていましたが、彼がどんな選手なのかを知らない人も多いでしょう。また彼が横浜 DeNA に行くことが正しい選択なのか、中日が外したことについて不安を持つファンもいるかもしれません。そこで今回は渡来琉輝選手のプロフィールや涙の意味や横浜 DeNA への入団が正しい選択だったのかについてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。まず渡来琉輝選手について簡単に紹介します。渡来琉輝選手の名前を見てピンときたファンもいるかもしれませんが、彼はかつて東京ヤクルトスワローズでユーティリティプレイヤーとして活躍した渡来博文選手の次男です。そんな渡来琉輝選手は現在社会人野球チームエネオスに所属しています。彼は走攻守のスキルを備え、今回のドラフトで最も注目される社会人野手と評価されています。細身ながらも全身をしならせてバックスピンを意識したスイングを武器にし、昨年の都市対抗野球大会では打率4割2分9厘で首位打者のタイトルを獲得し、4本のホームランと11打点も記録して大活躍し、最高殊勲選手に相当するハシド賞を受賞しました。彼は野球を愛し、常に全力でプレーする真面目な性格です。また最近では横浜 DeNA との練習試合で今永選手や伊勢選手など一軍の主力と対戦し、高校時代に守った三塁の守備も披露して、その汎用性もアピールしています。父である博文氏も彼のプロ入りに万全の準備ができていると語っています。過去にはスワローズジュニアや侍ジャパン U15 代表でプレーし、その経歴から彼の指名は当然と言えるでしょう。しかし渡来琉輝選手の人生は順風満帆ではありませんでした。高校時代彼は横浜高等学校に進学し、入学直後から背番号14でベンチ入りしました。1年夏の神奈川県大会では代打として9打数7安打を含む5打数5安打を記録しました。また甲子園1回戦の愛知産業大学三河高等学校戦では甲子園デビュー戦で初打席初安打を記録するなど活躍しました。1年秋には正二塁手の座につきましたが、怪我に苦しんだり不祥事による監督解任なども経験し、甲子園出場は叶いませんでした。しかし高校通算で24本の本塁打と公式戦通算打率4割1分9厘をマークし、プロ志望届を提出しました。しかし指名されませんでした。指名漏れの悔しさを背負いながら、渡来琉輝選手は社会人野球の名門エネオスに進む決断をしました。エネオスでの活躍によって彼はドラフト1位候補としての地位に成長し、2023年のドラフトで3つの球団が競合するなど見事な形で屈辱を払拭しました。中日が先日1位指名を公言し、大きな話題となっていた渡来琉輝選手に対してその1位指名を公言しましたが、他の球団は現れませんでした。しかしドラフトが始まると横浜 DeNA とロッテも彼を指名し、結局のところ3つの球団が指名抽選に参加しました。そしてその結果横浜 DeNA に入団することが確定し、彼は喜びを涙とともに表現しました。彼は感情が高ぶり、言葉が詰まることもありましたが、その喜びが鮮明に伝わりました。
方、中日の立浪監督は直前で1位指名を変更し、1位で渡来隆起選手を引き受けられなかったことに苦笑いしました。その後、外れ、1位で投手の草加選手を指名し、抽選の結果、交渉権を獲得しました。前述のように、渡来隆起選手は中日が1位指名を公言した際に話題となりましたが、一部のファンは彼が中日で育つことに懸念を持っていました。近年のドラフト1位の野手の成績が振るわなかったことから、その評価は分かれる部分もありました。また試合中に私語を禁止するなど厳格な性格で知られる立浪監督との相性も懸念され、中日への入団を望まない声も聞かれました。これによりファンたちの間で論議が巻き起こり、不快な状況となっていました。結局のところ、渡来隆起選手は中日ではなく横浜 DeNA に入団することになりましたが、この結果は彼にとっても球団にとっても非常に好ましいものであったと言えます。彼は指名漏れからの逆転劇を達成し、新たな挑戦に臨むことができるのです。渡来隆起選手は結局のところ中日ではなく横浜 DeNA に入団する道を選びました。この結果が渡来隆起選手にとってはいいものだったのでしょうか。結論から言えば、このドラフトは彼と横浜 DeNA の双方にとって非常にいいものと言えるでしょう。横浜 DeNA は現在野手が不足しており、チームにおける選手の固定が難しい状況にあります。この点で渡来隆起選手はまさにチームの補強ポイントとして適任と言えます。実際横浜ファンも彼の1位指名を最良の選択と捉え、その指名と交渉権の獲得に大いに賛成の声が上がりました。さらに渡来隆起選手は非常に明るく前向きな性格を持ち、コミュニケーション能力も高い選手です。横浜 DeNA は牧選手を筆頭に明るく自由でありながら真面目な選手たちが揃っており、バラエティ豊かなチームといえます。したがって渡来隆起選手の性格と横浜 DeNA の雰囲気は非常に相性がいいでしょう。さらに横浜 DeNA は渡来隆起選手がかつて所属した横浜高校とも縁の深い球団です。本人も指名後、横浜 DeNA を大好きなチームとして応援していたことから、ファンとの親和性も高いでしょう。彼は練習試合を通じて横浜 DeNA が明るく楽しいチームであることを実感し、そこでプレーできることを喜んでいます。渡来隆起選手は横浜への指名に驚きを覚え、自身がどの球団に行っても幸せだと感じていたと述べました。複数の球団からの選択に対して感謝の意を表し、喜びを感じていることを明かしました。その喜びは競合の結果でも現れ、彼がこの新たなチャレンジに臨む意欲を示しています。1年目から渡来隆起選手の活躍が期待される一方、横浜 DeNA にとっての課題は1番打者の固定です。彼がこの課題を埋め活躍してくれることが期待され、ファンにとって楽しみな展望です。彼のバックスピンを意識したスイングや守備スキルを生かし、横浜 DeNA に新たな活力をもたらすことでしょう。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。